スノーマンバスケ W 杯日本代表選手が緊急出演でお願い全員変装で激ムズミッション挑戦モデルプレス2020301320日放送のスノーマンの冠番組「それスノーマンにやらせてください」2時間スペシャル TBSK 夜8時ではスノーマンイビーズ栃木県民そこのスノーマン見つけてくださいをお送りする スノーマンバスケ W 杯日本代表選手がソレスの緊急出演でお願いメンバーが街中へ変装して繰り出しその土地の魅力を伝えつつそれぞれに課せられた激ムズミッションに挑戦しながら正体がバレないようにゴールを目指す企画だ。 今回はなんと栃木県宇都宮市に本拠地を置くフロハスケットホールチームの宇都宮フレックス所属の田臥裕太選手と比江島誠選手から栃木県をもっと森り,り上下でいきたいとのことで企画が進行。スノーマンが全力で奮闘する。しかし人気観光地も多い栃木県メンバーがピンチとなる展開が続出。果たしてスノーマン9人はバレずにミッションを遂行しゴールまでたどり着くことができるのか 無事に時間内にゴールできたメンバーには最高級ホテルで豪華コース料理を堪能することができるご褒美が用意されている。絶品料理を食べることができるメンバーは現れるのか